パンなんですけど、このバッグはまあ洋服にも和装にも両方ともに合うから、うん、帯枕持ってくるとすっごいかさばるから、うん、旅行の時は帯枕使わない結び方にいつもしてます。今日は着物で一泊する場合のちょっとカバンの中身をご紹介しようかなと思います。旅行先で着物着るとき、この10年以上使っているリモートトランクに着物の道具を入れて移動してます。じゃあ早速、はい、まあ、パンパンなんですけど、これ1日分でこんななっちゃうからね。でも逆に補正とか草履とかかさわるものが多いから、うん、着物もう一個入れるとかだったら全然逆に入るんだけど、うん、まあこんな感じぐしゃぐしゃな感じなんですけどここに入ってるのがまあ補正類、はい、それは袋もなんか特別なやつですか？あ、袋は別に全然ただのジップロック的なパコラバンヌの服が入ってたジップロックに超適当でした足袋とかもこの中入れてて、はい、でここには紐類がまあいろいろこんな感じで入ってます、はい、で今日はあの帯枕持ってくるとすっごいかさばるから、うん、旅行の時は帯枕使わない結び方にいつもしてます、はい、帯枕だけでだってこんなあるから、うん、かさばって邪魔だから明日はちょっと他の角出しとかやろうかなって思ってます、はい、でこれは草履入ってます。草履はこんな感じ、草履用の、かわいいよね。かわいい、こんなのがある。そう、こんなのがあるんです。形崩れないように。そうそう、形崩れないように。この袋は昔内藤さんにいただいて、ギヨンの、はい、気に入って使ってます、まあ、これなんだかって感じなんですけど、これヘアアイロン、ちっちゃい、めっちゃちっちゃい、こんなちっちゃいやつ、ちっちゃいけどすごい使いやすくて、これもなんか10年以上使ってます物持ちいいですね。物持ちいいんだよね、本当に。これが、ま、かんざしと、明日羽織着ようと思ってるから、羽織紐をなんか適当にこう入れてきた。羽織紐、こういうチェーンのタイプとかもあって、うん、こんなんとかをここに入れて、で、こっちはかんざし、串とかんざしと、口蓋と、あと帯留め。明日はちょっと別行尽くしで行こうかなと思ってます。これ月毛月毛とあと使う分のピンだけこう入れて小分けにして、ね、でこの辺はあの櫛とかブラシとかあとワックス、紙類のね、はい、セラムーンのブラシ、こんなこのブラシを使ってます。それかさばるんじゃないですか？これかさばりますね、だいぶだいぶかさばります。で、まあ、あとはスプレーと、うん、あと、まあ、基礎化粧品系とかもちょっとこっちに重いから入れました、はい、で、これが帯で、帯のこの袋の中に帯揚げと帯締めを何パターンか入れてきた。なんか明日の気分で、うんうん、ちょっと切り替えようと思って、そんなかさばんないし、紐と帯揚げは。旅先で着物を着るので、ちょっと旅の様子が描かれた帯にしました。こんな、これ桜とかかね、桜の時期とかかな、楽しみ明日着るの、うん、これもアンティークのもので、初めて明日着る、買ったばっかり、嬉しい。ここにさ、ピンク色の花とか入ってるから、こういう色でもいいし、うん、なるほど、うん、でも逆に、まあ、緑で合わせてもいいし、うんうん、で明日は、まあ、結構歩く予定なんで、はい、動きやすいというか、そんななんか冷蔵とかそういうのじゃなくて、本当旅先の着物ってことで紬にしました。紬、うん、を持ってきたんだけど、うん、奥潤さんで反物買って仕立てた紬の有機紬、はい、明日の襦袢、このコウモリの柄、前もお見せしたと思うんですけど、でそれに羽織はこの、実はこれ仕立てたばっかりで、うん、自分が前に持ってた羽織のこの羽裏をそのまま使って、うん、新しく黒い長羽織作ってみた、うん、なんか昔の踊りの人って、うん、旅芸人みたいな柄、普通に長い黒い羽織、すごい使いやすい、何にでも使える。で、これが有機紬、
雪紬にした理由は、箱根ってまだちょっと寒いかもと思って、うん、やっぱ雪紬ってさ、ちょっとこの風合い的にあったかい、うん、あのちょっと空気を含んでくれてあったかいからこれにしました。荷物が全然入りきらなかったので、はい、あの当然のごとくサブバッグを持ってきました。でこれは前に取材させていただいたあのクリスチャン・ディオール夢のクチュリエ店で買ったエコバッグです。かわいい、ね、しかもエコバッグなのになんかプリントじゃなくてちゃんと織りで作ってるってところが、織りだよねこれ完全に。でしかも中のこのタグもなんかレザーになってて、ちょっと特別感ある普通のエコバッグと違う。確かに、しかもすごい頑丈だからね。これの中には化粧品を主にメイク道具を入れてきました、はい、いつもこのアディクションのポーチを使ってて、はい、こんな感じ。これガチャガチャでガチャガチャで撮った浮世絵ポーチなんですけど浮世絵ポーチの中はまあちょっと化粧品、こんなリップとかすぐ使えるものっていうのを、あとは充電と、うん、サングラスのケース、サングラスどこ行ったんだろうと、あとはあ飲み薬とか、はい、そんな感じです、はいはい、このサブバッグの中にこのバッグを入れてきた、うんうんうん、街の中で使える用のこのバッグは、まあ、洋服にも和装にも両方ともに合うから、うん、ちょっと、ね、バッグいっぱい持ってくの大変だから、うんうん、今回これにしました。これはあのデストレーというフランスのブランドで、結構新しいブランドで私が最近注目してて、うん、かわいい、洋服とかもかわいいし、でこのデザイナーさんがなんか、ね、建築家の娘かなんか で、うん、でアートとかにすっごい造形が深い人で、なんか多分アートの勉強をずっとしてた人、なんかこういうモチーフとかも結構アートなんかの作品からインスパイア されてるようなものが多くて、で素材もこういう紐とかさ、レザーだから着物とすっごい合わせやすい、うんうん、で実はいろんな色あったり、でこの中は、まあ、携帯と財布と手ぬぐいと鍵、はい、うん、でもなんかこうすっごい入れやすいんだよね。上がこう巾着みたいになってて、うんうん、結構深いからいろいろ入ってすごい便利、うん、いいですね。そう、着物の時ってさ結構物が全然入んないカバン持っちゃうことすごい多いから、うんうん、これはねめっちゃ入るし、上こうやって締められるから、でここに実はストラップもつけられて、うん、あのショルダーにもできる、はい、以上一泊の着物で旅行する時のカバンの中身でした。でなんか帰りは着物着て帰るんで、洋服を入れて帰るということを予測してたんで、洋服はめちゃくちゃ薄手のものを着てきました確かにそういうことをちょっと考えて、パズルのようにカバンの中をいつもやってます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。